キテン担当です。キャプテン。はい、サキサショックミュージカル担当です。キャプテン。はい、コンパスターダイエット担当です。わー。はい、ユイポッドプロ小屋上がり担当です。ユイポー。はい、ニコニスキング担当ナス。この2ヶ月だけは本当に早くて、なんかそのワクワクがなんか気づいたら寂しさとかに変わってたりしてるのがあって、私がこうやってアイドル活動できたのはこの今の初級のメンバーがいたからだと思うし、ファンの皆さんの支えがあったからだと本当に思います。アイドルとして活動するのはショッキング英語が最初で最後かなっていう風に本気で思ってるので、このショッキング英語というグループで1年間活動できて本当に本当に幸せでした。約1年半本当にありがとうございました。別の場所でそれぞれ頑張っていこうということなので、これからもショッキング英語、そして渡辺結衣の応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。忘れ物がね、私、ポッピングエモのエモーショナルルカは、今月1月16日をもちまして、ポッピングエモからショッキング英語に兼任します。はい。というわけで今年もよろしくお願いします。待って、私の推しであります、ユイポッドプロの卒業を受けまして、推しの空いた穴は俺が埋めるということで、兼任させていただきます。ちょっと兼任します。ゆるふわにゃんにゃんっていう感じではなくて、本当に誠心誠意、魂込めて頑張りますので、エゴイストの皆さんも、ポピエモンも、ナッパッパー、ナッパー、ナッパでいいですか、ナッパッパー、ナッパッパー、ちょっと肩寝族、肩寝族、皆さん寝族で、応援をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう結構
かしないでください。あ、ちょっと待って、してない、してない、してないよ。いじめてないでしょうが。いじめたわ。いつ見たのよ、いじめたの。違う違う。めっちゃ練習してます。一人で年始かな、お正月とか一人でここ練習してました。まあ人数が単純に一人多いっていうのも、なんかそれだけですごい大人数に思えるのもあるし、あとポピエモは振りがちょっと、なんだろうな、振り付け自体が難しいけど、初期ちゃんは振り付け自体がみんなが真似しやすく踊れる分、フォーメーションの移動がすごい多いので、技術的にそこが難しいかな。あのデコボコした初期ちゃんしかない魅力を大事にしつつ、でもなんか私がやりたくてやるみたいなものなので、楽しむ。そこはちょっとエゴで、エゴイストで。お願いします。お願いします。イエーイ。スターの次に決まる人だよね。うん、踊れ、やってみます。やってみろ。取れるかどうか。どっから声出せるよ、流せるよ。何回もさ、やらせるの申し訳ないから。何言うんですか、仲間でしょ。いや、申し訳ないです。なんで、なんか今、初めの話したのに朝で言わない。撮ります。はいよ。はい。それがまさかの、あ、ルカさん来てくれるんだみたいな、めちゃめちゃ驚きですね。最初嘘だと思って、ずっと嘘だと思って、発表の時もずっと嘘やと思ってて、でなんかドッキリみたいな感じなのかなと思ってたら、本当に入るみたいな、最強のピンチヒッターが現れたみたいな、スーパーヒーローみたいな。私からしたらそんな感じです。スーパーヒーロー来ました。ダンス上手いし、歌好きだし、歌い方好きだし、なんかそれがゆりちゃんパートを歌うと思うんだけど、そうやってそのショッキングエゴの作品になんかルカルカの要素が加わってというか、その重なってどういうなんか感じになるんだろうなというのも楽しみだし、まあ、ルカルカがその同じ振り付けを踊ってて、やっぱりすごいものにしてて、私この1ヶ月でだから誰かからもなんか学べることってすごい良くなりそうで楽しい。また新しい形になった時にそれが上乗せされてたら、絶対お客さんもう、うわ、出勤後全然止まんないじゃん、前よりすごくなってるじゃんって絶対思ってほしくて、これからも楽しみだなって思ってほしいし、絶対このせっかく入ってくれるから楽しみにしたいなって、なんかすごい頑張んなきゃって思ったんですよ、自分が。あの人の隣に立つにはなんか心構えがもう一個必要だなって思ったから、受け子一人一人がいつも以上に、今まで以上に気を引き締めて、なんか次につなげられたらいいなって思ってI'm sorry.
したし、やっぱ準備期間が全員で合わせたのが1回しかなくて、しかももうほんと数時間、何時間、5時間あったのかな、そんなないかなくらいで、何十曲もバーってこう 2回ずつくらい曲流して確認して、はい次曲、次次っていう感じだったので、振りは大丈夫だけど位置がフォーメーションとかがちょっと次の瞬間まで自分が合ってるところに行けるかわからない不安がある中、ステージに出るの初めてだったので、言いようのない不安を感じました。でも初級後の先輩方がこれほど頼もしく見えたことはないし、あとファンの方にも見たことないくらい楽しそうだねって言われました。センスがもっとないね、こんな説明しないね、こういうの説明するのが一番恥ずかしいんだよ。なるほどなるほど。お疲れ様です。今からパフュームに行ってきます。ショッキングエゴから重大なお知らせがございます。1月31日をもちまして、2代目子役上がり担当ルカポことエモーショナルルカがショッキングエゴを卒業します。なんだそれ。残りのね時間本当にね、わずかとなってしまうんですけれども、やだやだ、最後まで、ね、5人で駆け抜けていきたいと思っておりますので、皆さん最後まで応援のほどよろしくお願いします。それしんみりした感じいいから、ね、残りの期間あのそうリエモも初級後も応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、いっぱいいっぱい会いに行く感じですね。そうなんですよ。よかった。あのね、でもね、やっぱりあのこれは万丈一だと思うんですけど、やっぱポピュマにいてほしいですね。はい。そうですね。みんな4人とも3人ともかぬかちゃんのことが大好きなんで。はい。多分今すごい嫉妬してると思います。してます。なので、卒業はねちょっとあの悲しいですけど寂しいですけど、次あの戻っていただいて。ルカはポピエモです。間違いねえ。ルカはポピエモなんで。いやでもあのなんでやっぱなんだろうな、なんだろうな、ちょっと泣いちゃう泣いちゃう泣いちゃう、もう止めてくれ、カメラを止めてくれ。あの初級後の時のルカルカは
アイドルって感じでしたね。わかる？アイドル。ポピエモンの時は？こういう時はかっこいいんだよ。アーティスト。そうそれ。だからとても楽しそうで。楽しそうで、ポップ。そうだ。行かないで。